こんにちは、カサライフのカサ島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。クリスマスローズが良い感じになってきたので花を切ってドライフラワーを作ります。毎年この時期にちょっとグリーン色になったクリスマスローズ、それをあまり根元近くではなくて少し5センチぐらい根元から上を切ります。こうやって切ると茎からばい菌も入りにくいのでいいです。このグリーンになったクリスマスローズは輪ゴムで留めて逆さまに窓に干して乾かしていきます。とても綺麗に乾きますよ。種をつける前に今の時期に切ってしまうと来年もまたたくさん花が咲きます。毎年毎年クリスマスローズの花がどんどん株も育っているし増えています。肥料は好きですね、クリスマスローズ。でも種をこぼして、そして苗を育てたい方は1つぐらい種を残しても大丈夫です。私はそうやって2年前に種をこぼして苗がクリスマスローズの今生えているところの横にいくつか育っています。3年4年経たないと花が咲かないけど、そうやって苗を育てるのも楽しみです。年々なんか花が増えてきて、ここに干しきれなくなりました。リース会社の同級生に送ってあげるんですけれど、綺麗に乾きますよ。少し自宅にも残したくなりました。そのぐらいとてもたくさん増えました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ぜひクリスマスローズでドライフラワーを作ってみてください。花がグリーンになった頃が干し時です。こうやって切れば毎年花がたくさん咲きますよ。ではまた。